はいどうも、新ジャパンは日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけれどもですね、本日は本日から登場している週刊 FP のポッド W レベマ紹介やっていきたいと思います。で、今回の週刊 FP が個人的にどうだろうね、渋いかなとは思いましたけども、まあ中でも強い選手いましたので、しっかり能力値の方を紹介していきたいと思います。今回はこの11選手ですね。グリーズマン、イブラ、ダビド・ルイス、コケ、クアドラード、マリオ・ルイで、バークリー、ブルガル、スコルプスキー、リネネッティにグリーンウッドということで、こちらの11選手が登場ということになっておりますので、しっかり能力値の方、あとは比較やっていきたいと思います。それでは早速いきましょう。どうぞ。まずはバルセロナの方からグリーズマンですね。いや、不仲説も囁かれましたが、いや、あの抱擁というか、あれはちょっとね、うるっとは来てないかな。うん、まあ素晴らしいものがあったかなと思いますけども、その不仲説も一周されたんじゃないかなと思いますが、ご覧の通りの能力者となっております。今回のグリーズマンかなり強いですね。特にオフェンセンス決定力96-96ということで、決定力プラス4で96ということで、かなり上がっているかなと思いますし、あとはボールコントロールも一番上がった能力者ですね。プラス5で95ということになっております。まあ本当にパス数値、あとはドリブル能力の高さ、ここら辺がですね、売りの選手かなと思いますけども、スピード瞬発も93、94だったり、キック力も95ということで、ミドルシュートも狙っていきたいですね。で、逆足は2と2で、アップデコからですね、1、1から2、2に、変わったところは本当に評価できる点かなと思います。で、今回のグリーズマン、レベマ総合値は98ということで、スキルはダブルタッチだったり、あとはシュート強いですね、ミドル、ライジング、アクロバティック、ワンシュー、そしてスルーパスということで、特にワンタッチシュートだったり、ここら辺のスキルかなり有能かなと思いますね。プレイスタイル2列目からの飛び出しということですけれども、今回のまず週刊 FP と比較していきたいと思います。11月21日にですね、国 FP と登場しておりますので、こちらと比較していきたいと思いますが、オフェンセンス、キック力、フィジカルコンタクトがマイナスとなっておりますけども、まあ他のところですね、特に決定力の分がプラス3で96ということになっておりますので、これは今回のグリーズマンの方が一番いいのかなという印象でした。で、続きましてクラブセレクションとの比較になりますけども、クラブセレクションと比較した際にはですね、やはり今回の週刊 FP かなり強いかなという印象ですので、ぜひですね、今回の7月9日の分に引き継いでいただければと思います。で、続きましてイブラヒモビッチということで、ミラン最近本当に好調ですよね。特にこのイブラを筆頭になっているかなと思いますけども、ご覧の通りの能力となっております。まあオフェンセンス決定力高いですね。95、97ということで、共にプラス6となっておりますし、他のグランドパスプラス6で89ですね。これもかなり評価できる点かなと思います。で、ドリブル能力ある程度あって、で、あとはまあこの選手に言ったらまあ、フィジカルコンタクトの高さだったり、ここら辺かなと思いますけども、身長は195センチでね、高いんですが、フィジカルコンタクトも高いんですが、ジャンプだったここら辺はね、ちょっとマイナスな部分かなと思います。75しかないので、ここら辺がちょっとジルーだったり、そこら辺にを見るとちょっとマイナス点かなと思いました。で、まあスピード瞬発もそこまで高くないので、難しい選手にはなってくるかなという印象ですね。まあただキック力だったり、ここら辺やはり高いので、ロマン枠の選手で、まあかなり強いロマン枠の選手になっているかなという印象です。役足は3と4でコーン1後ですね。で、スキルはヘッダーだったりシュート系多いですし、ワンタッチシュート持っているというところはありがたいかなと思いました。プレイスタイルはポストプレイヤーということで、前回のクラブセレクションとの比較になりますけども、やはり今回の7月9日が強いかなと思いますので、前回のクラブセレクションを持っている方はぜひこちらに乗り換えていただければと思います。で、続きまして、アーセナルの方からダビド・ルイスということで、ダビド・ルイスに関しては、週刊 FP には2回目の登場ですね。まあ、ヘディングだったり、ジャンプ、フィジカルコンタクトは高いですし、スピード瞬発は83、77なので、瞬発力はもう少しあればな、というところですね。で、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、アグレッシブネス90、96、96、4ということで、ディフェンス系の能力値しっかりありますし、まあ、スピード瞬発はそこまで高くないので、DMF9 が一番いいのかな、という印象でした。で、スキルは低弾道、まあ、パス系多いですね。スルーパスだったり。まあ、ですので、やはり DMF9 が一番安定なのかな、という印象でした。で、今回の10月10日の週刊 FP と比較していきたいと思いますが、まあ、決定力はマイナス3になっていますが、他のところはプラス、特にディフェンスセンス4つ上がっているので、これはですね、今回のダビド・ルイスに乗り換えていただければと思います。で、続きまして、クラブセレクションとの比較になりますけども、クラブセレクションと比較した際には、やはり今回の週刊 FP、強い能力値を持っているかなと思いますので、前回のアーセナルのクラブセレクションを持っている方は、ぜひですね、今回の7月9日の週刊 FP に乗り換えていただければと思いますね。で、続きまして、アトレティコの方からはコケということで、能力値ご覧の通りとなっておりますけども、グランダパス、そしてボールキープ、あとはキック力がプラス6で一番上がった能力値になっております。特にグランダパス完走っていうところはありがたいですね。まあ、特にオフェンセンスで高いですし、ドリブル能力ある程度あって、パス数値の高さだったり、まあ、スピード瞬発は80、84ですので、そこまで高くないんですが、ここら辺はね、キック力だったり、ボディコントロールだったり高いかなという印象でした。逆足は3と3で4、1、6ですね。レベマ総合値は97ということで、スキル面で見てもワンパス、ルーパスだったり、ここら
いのスキル持ってますので、やはり中盤のね、パス数値の高さっていうところありがたいところかなと思います。で、前回のクラブセレクションとの比較になりますけども、これもですね7月の分が一番強いかなと思いますので、前回のクラブセレクションを持っている方はぜひ今回ね、乗り換えていただければと思いますね。で、続きまして、ユベントスの方からクアドラードということで、クアドラードに関しては週刊 IP では2回目の登場ですね。で、能力者はご覧の通りとなっておりますけども、まあ、スピード瞬発の高さだったり、ドリブル能力ある程度ありますし、まあ、本当に、有能な選手かなと思いますが、コンワン後だったり、まあ、今週はライブアップで A ですので、まあ、コンワン後はあまり気にならないかなと思いますが、このコンワン後というところは少しネックな部分かなという印象でした。で、前回のクアドラード、3月12日のですね、クアドラードと比較していきたいと思いますが、前回ワンタッチパス持ってるんですよね。能力値自体は今回かなり強いかなと思いますが、ただ前回ワンパ持っているのでここら辺難しいですが、能力値的に見た時に今回かなり強くなっているかなと思いますので、ワンパ持っている ところはですね、かなり難しいですが、今回の4月9日の分が一番強いのかなというところでした。で、前回のクラブセレクションとの比較になりますけれども、クラブセレクションと比較した際にはクラブセレクション5回目か今回かなというところなんですが、瞬発力だったりキック力だったりディフェンスセンス今回高いので、これはですね今回の週刊 P に乗り換えていただければと思いますね。で、続きましてマリオ・ルイということで、マリオ・ルイに関してはまあスピード瞬発ある程度あって、フライパスが高いですね。まあ、ここら辺はかなり高いかなと思いますが、コンワン4だったりスキルピンポイントクロス闘争心の2つのみですので、ここら辺がネックな部分かなと思いました。で、前回のクラブセレクションはナポリのクラブセレクションとの比較ですけれども、まあ、レベマ総合値がね4つだったり、1レベの総合値が5つ違うので、ノルシもかなり違うんですが、やはりこれはですね今回の7月9日のマリオ・ルイに引き継いでいただければと思います。で、続きましてチェルシーのロス・バークリーということで、バークリーも意外と登場回数多いですよね。クラブセレクションで1回で、周回 P で2回登場しているんですが、今回の7月の分はこのような能力値になっているかなと思いますけども、決定力、そしてオフェンセンス、グランドパスがプラス7だったりプラス8ということで、特に決定力、オフェンセンス上がったのはありがたいですね。ドリブル能力しっかりありまして、グランドパス、フライパスも93、89ということですので、パスもしっかりつなげられるかなと思いますし、スピード瞬発86、85ということである程度ありますよね。で、キック力、ジャンプ、フィジカルコンタクトも、まあ、ジャンプは80なんですが、フィジカルコンタクト、ボディコントロール80台後半ありますし、ここら辺はかなり重宝できる点かなと思います。で、逆足のね左足も44でしっかり使いますね。ただコンワン5だったり、ここら辺はネックな部分かなと思います。レベマ総合じゃ7つ上がって95ということで、スキルシュート系多いですね。ミドル無回転ドロップで、スルーパスだったりバックスピンロブ、まあパス系のスキル多いですし、コンカ持ちっていうところもありがたいところかなと思いました。プレスタリアチャンスメーカーということで、前回のクラブセレクション、あ、ナショナルセレクションですね、ナショナルセレクション、そして3月12日の中間フィート比較していきたいと思いますが、グランドパス決定力がですね今回かなり高いので、これはですね7月9日今回の、バークリーに引き継いでいただければという印象でした。で、続きまして CMF プルガルということで、フィオレンティーナの中盤の選手ですね。この選手意外と強いかなと思いまして、基本的にプラス5、ということで、プレースキック、スタミナ、ディフェンスセンスがプラス8ということになっております。まあ本当に高いところでバランスが取れている能力値になっているかなと思いますので、ワンチャンこの使用感というところにね期待できるところかなという印象でした。ドリブル能力ある程度あって、パス系もね90、90ということで、パス数値ともに90台乗せたというところありがたいですね。スピード瞬発は87、85ということで、あとはキック力、ジャンプ、フィジカルコンタクトもねかなり高いですし、ボディコントロールは84ということで、本当に高いところでバランスが取れている能力値になっているかなと思います。で、適正ポジション、センターバックが濃い適正ということもありまして、ディフェンスセンス、ボール出しアグレッシブネスも89、91、93ということで、ここら辺かなり高いですね。ヤカシアサンドさんでコンワン5ということになっております。で、スキルはですね、インターセプト、有能なスキル持っていたんですが、無回転、ワンパー、キャプテンシー、特にワンパ追加ありがたいですね。プレイスタイル、プレイメーカーということで、前回のクラブセレクションと比較していきたいと思います。まあ、クラブセレクションと比較した際にはですね、今回かなりプラスのムーブンが目立ちますし、このスキル面で見たときに無回転だったりワンタッチパス持っているので、これはですね今回のプルガルに引き継いでいただければと思います。この選手ワンチャンガチスカリかなというような能力になっているかなという印象でした。で、今回ゴールキーパー枠はですね、スコルプスキということで、この選手もワンチャンガチスカリなのかなというところでしたね。 GK センス、キャッチング、クリアリング98、97、98だったり、コラプシング98ですし、リフレクティングも完走ということになっておりますので、やはり今週ライブアップで A というところも考えますと、ワンチャンスコルプスキ選手全然ガチスカリかなというところでした。で、前回のクラブセレクション、そして10月24日の週刊 P と比較していきたいと思いますが、まあ全て赤ですね。ですので7月9日のスコルプスキに、乗り換えていただければと思います。
続きましてこちらの選手も中盤の選手ですね、リネッティ選手ということで、この選手もまあガンチャンガチスパリなのかなと思いますが、まあスキルの部分がこんからしか持ってないので難しいですね。まあオフェンスです、決定力高く、まあ決定力が82なんですが、ボールコントロール、ドリブル、ボールキープしっかりありますし、グランドパス、フライパスの90、88ということで、スピード瞬発は85、87、まあここら辺かなり高いですね。ただフィジカルコンタクトの低さがね、ちょっとネックの部分かなと思います。まあボディコントロールも92あるので、ドリブルはある程度しやすいかなと思いますし、コンワン5ということになっておりますね。でプレイスタイルはアンカーということで、スキルコンカーのみというところがかなりネックな部分かなという印象でした。で本日ラストはですね、グリーンウッドということで、この選手がまあワンチャン今週の一番の当たりかなという印象だったんですが、まあグリーズマンがね一番の当たりかなと思いますけども、グリーンウッド持ってない方はぜひゲットしていただければと思いますし、能力値見ていきましょう。オフェンスつけてる9つずつ上がってるんですよね。93、92ということで、めちゃくちゃ上がったかなと思いますし、キック力もプラス9で92ということで、ライジングシュートも追加となっておりますし、ミドルシュート狙っていきたいところですね。まあドリブル能力ある程度あって、パス数値の高さもある程度ありますかなと思います。で決定力も92ということで、オフェンス決定力ありがたいところかなと思いますし、スピード瞬発も96、97、かなり足が速い選手になっているかなと思いました。で逆足のね左足も44でしっかり使えるかなと思います。でレベル総合値は8つ上がって97で、スキルは足元系でシザードルーレット1段ジグラターンで、シュート系はワンタッチシュート持っておいてほしかったですね。でまあ能力的に見ると全然ガチスカありかなと思いますし、ライブアップで A ですので、今週はね、ありかなと思いますが、ただスキル面でワンシューだったり、そこら辺のスキルかなり欲しかったところですね。で前回のクラブセレクションとの比較になりますけども、まあクラブセレクションと比較した際にも今回かなり強いかなと思いますので、ぜひ PSO でねグリーンウッド持っている方はこちらに乗り換えていただければと思います。ということで本日はですね、週刊 FP のこちらの11人紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ中でもグリーズマン持ってない方はぜひゲットしていただければと思いますし、個人的にグリーンウッドだったりプルガル狙っていきたいところかなというところでした。ということで本日はここで終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では